デイビッド・マイケル・デイビスは2016年から2018年まで欧州連合離脱大臣を務め1997年からハルテンプライス・ハウデン選挙区選出庶民委員を務める保守党所属のイギリスの政治家1987年に初めてブース・フェリー選挙区選出庶民委員に当選した1994年から1997年まで ヨーロッパ担当副大臣を務めた功績によって1997年の新年の叙勲でスーミツインに宣誓している。2008年6月12日、デービスは突然会議員を辞職すると発表した。彼の辞職によって、補欠選挙が実施されることとなり、彼はイギリスにおける市民的自由の侵食についてより、広い一般の議論を引き起こすことで再選を目論んだ。 2008年6月18日に正式に辞職した後、彼は補欠選挙の保守党公認候補となり、7月10日の選挙で再選を果たした。デイビスはキャメロン首相から入閣を誘われたが、それを断った。そして、政府を精裁に調べて、批評するために会議員の席に泊まった。デイビッドの母親、ベティ・ブラウンは未婚の母であった。 1948年12月23日にイングランドのヨークで生まれ、最初は祖父母によって育てられた。祖父ウォルター・ハリソンは裕福なトロール漁師の息子で共産党に入党した後、相続権を奪われた。有名なジャロー更新の直後、彼はロンドンへの飢餓更新を率いたが、これには共産主義者が参加することはできなかった。デイビッドは母の死後、 父親に一度会ったことがあるが、父親はウェールズ人であった。母はポーランド系ユダヤ人の印刷工、ロナルド・デイビスと再婚し、デイビッドはロンドンに移り住む。一家は初めにワンズワースのスラムアパートに住んだが、後にトゥーティングの公営住宅団地に転居した。デイビッド・デイビスはトゥーティングのベックグラマースクールを卒業したが、A レベルの成績では、 大学入学を十分保障するものではなかった。デイビスは保健従業員として働いて再受験する費用を稼ぐために国防義勇軍の SAS 第21連隊に入隊した。ウォーリック大学に入学したデイビスは大学は学生ラジオ局の創立メンバーの一人となった。コンピューターサイエンスの学士号を取得して卒業後、 ロンドンビジネススクールで1971年から1973年まで学びビジネスの修士号を得た。さらにあと1984年から1985年までハーバード大学でアドバンスドマネージメントプログラムを学んだ。デイビスはデートライルで17年間勤務し重役まで昇進した。その間、窮地に陥った。 カナダの子会シャレットパスシュガーのリストラを行っている。彼は民間でのビジネス経験を1988年にハウーターンラウンド・ A カンパニーとして出版している。デイビスはウォーリック大学在学中に妻のドリーンと出会った。夫妻の間には3人の子供がいる。デイビスは学生時代の1973年。 保守党学生連盟の全国会長となり活躍した。1987年の総選挙でディビスはブースフェリー選挙区から出馬、会議員となる。1992年にマーストリヒト条約に投票したとき、彼は院内幹事であった。結局デイビスは保守党内で外務省のヨーロッパ担当大臣まで承認した。 1987年から1997年までは、ブースフェリー選挙区、それ以降は、ハルテンプライスホーデン選挙区から選出されている。2001年に保守党幹事長に就任する。2003年から2008年まで、マイケル・ハワード及びデイビッド・キャメロンの下で、影の内務大臣を務める。2001年及び2005年の党首選挙に立候補し、2001年は4位。 2005年は時点であった。2016年7月13日、テリーザメイ首相によって欧州連合離脱担当大臣に任命される。デイビスは EU が英国への輸出で損をするリスクがあるために EU は英国と FTA を締結することになるだろうと考えている。デイビスは EU との貿易は関税なしが理想だとしたが EU が英国に対して 強硬姿勢を貫き単一市場へのアクセスを認めないのであれば WTO ルールを用いると述べている。2018年7月6日に名首相が閣議で示した離脱方針に反発し8日に大臣辞任を表明。ありがとうございます。